おはようございます。バース TV 翔太と、ケンティでございます。今日はね、やっとサンシャイン晴れたんで、パーク紹介でもしようじゃないかと、思ってます。パークもいろいろ小、中、上とあるんですけど、まずケンティをおいどりして、初級から行ってもらおうかなと。はい。ミー最初ね。はい。はい。っていう感じで、あのね、パーク結構すごいんですよ。なんで、それをね、まあちょっとお届けしたいなと思います。あれがね、まずレールがこう来て、っていうああいうのが上級車で、こっちのボックスが多分初級車になるのかな。で、こっちにもね、なんかあるんですけど、こっちが、じゃあ、あっち中級車やわ。中級車、初級車、上級車、こっちに。あれれれれれれれ。と、まあ、フルラインナップになっております。今、掘り掘り中でーす。レジです。よっしゃ。乗り切った。いい感じに乗れてた。ほんまに強いかも俺。だってキレかったもん。なんなら一番キレかった今まで。じゃああとジャンプ2球して、なんかレールとボックがあって、で今度中間のパークに移りたいと思います。いけ、本番に強いかもしれへん。でね、このままちょっとだけ廊下を行ってから次のパークに。ここのパークはね、一応右左と あって、右行くとレールジャンプレインボー丸太、鉄球ジャンプで、左行くと丸太ジャンプ鉄球、今見えてないけど鉄球、多分ダウン系のダウンレールやったかな、左がを抜けてスパイン、まあ共有レイアウトになってます。大丈夫、いけも乗ってるかな。左手抜けては、いや、ちょっと控えめに行こう。見えないのよ。はーい、はーい、ねえ、見えへんね、あれ入り口が。じゃあちょっとね、これお互い何本か回して一本の動画にしたいなと思います。開いてないからボックス行きまーす。さすがでした。じゃあたまたま最近知り合ったミキ君でやったから、ちょっとイケイケの若いエナジーもらおうかな俺は。大丈夫？あ、言い訳する一回。いや、大丈夫っす。かっこいい、それで男だぞ。ちょっと足元を注目してもらいたい。足元注目ね、これ言い訳1ね。30-0だから。意味わからん、気持ち悪い。すごい、キモいセッティングしてきたね。はい。乗りに行こう。乗りに行きますか。何やる？フロント。とりあえずキャブワン行ってから、はい、ちょっと俺じゃあセブン狙うわ。どんだけ走るか分からんけどね。じゃあ俺下から見たいわそれ。迷うけどね、キャブワンやとちょっとちびって緩めたら。いやすごいな、あのデカさでキャブワンできる。ストレートで行ってデコやからな。ちょっと回すの下手したら際どいけど。あー、なるほどね。まあ最悪5か、はい、まあこけるか。OK です、OK です。
キャブ失敗した。キャブ失敗。ちょっとちょいな、何あのキャブ。マジで。結構痛かったけど、いい感じやった。結構着地もやっぱあるって楽しいね。はい、っていう感じですね。サンシャインのパーク、どうやった？難しかったです。やっとね、バンフに現れたパーク集団がこういてくれてるから、ちょっと言うとこ。楽しかった。いや、よかった。コンディションも。めっちゃ天気。全部楽しかった。っていう感じで、ちょっと適当に締めたいなと思います。それでは。